藤並み一以下先鉄症増臭より、小石元都市小石元都市文化五年十二月二十五日は、江戸時代後期の乱学者、乱邦医。元都市は、通称で、忌見川国随。陽名は滝地は有。字はありそ、五二、大イム、壁霞三人。小は小石元随。門弟に、斎藤豊作、南部白民、橋本宗吉らがいる。 山秋東洋の孫弟子にあたり、関西における、乱医学の主相者。杉田玄白、乱学ことはじめにも名が見られ、玄白や大月玄太ら江戸の乱学者とも交流し、東西の乱学を結びつける人物とも位置、続けられている。山城国桂村に生まれる。父は、若狭国小浜藩の家老、林野氏の出自で、流浪中に、恋姿勢に改めたという。母は、 5歳で、柴原氏の娘。寛延3年、父に従い、大阪へ移る。医学を志し、法暦年には、山脇東洋文下で、柳川範囲、丹野は元仙に支持し、元都市と改める。元仙の紹介で、同じく東洋文下の長富徳嘘案にも学び、オランダ医学に接する。長富塾では、亀井南明、小田徹宿と共に三傑と称された。また、 河内の宋、自運に三千。明和元年には、父が死去。この頃西国を有歴する。明和六年に、大阪で、衛生館を開業。安永六年、亀井明南の影響で、港は紀炎の家塾に入門し、元博の著述に専念、音名古行説に基づく、旧体医学を批判する。海鮮塾では、芝野立山らと交友し、 来春水から歴史を学ぶ。浦上極道や木村県橋道ら著名な文人とも親しく交わった。天明三年には京都伏見で人体解剖を行う。この年には再退する。子息の元随を幼少の頃より大阪の友人である篠崎三島に入門させている。安永三年に江戸で出版された解体新書に触発され、同年に杉田玄白。 大月玄卓に相次いで知り合うと、江戸に出てどんずうし、大月邸に滞在した。天明8年の京都大火で元広氏を消失する。完成8年にも人体解剖を行い、施薬委員会難体造図として表す。共和元年、京都で医学塾、キュウリ堂を開き、上方での乱学拡大に貢献した。 相田重富と共同出資で、傘職人の橋本総吉を江戸の知ん堂へ学ばせた。66歳で死去。著作に、元博、氏、学位要論、有引新論。母書は、京都市北区の大徳事故法案。ありがとうございます。